から1に行くんじゃなくて0からこう 0.1、0.2 っていうグラデーションを作っていくね。で 0.1 も無理だってことはじゃあ 0.05 でいいじゃんとか、でこうやってグラデーションを作っていけば勉強って絶対できるようになるんですよ。どうも石井隆です。1分間勉強法の極意、暗記は書いて覚えるなという話をしていきたいと思います。まあ、こちらの1分間勉強法という本が、まあ、おかげさまで年間ベストセラー1位になりまして、ちゃんとここに1位って書いてあるでしょ。あの嘘だってたまに言う人がいるんですけど、年間ベストセラー1位嘘だって、いや本当にあの2009年度日版で年間ベストセラー1位になっておりますので、本当大丈夫です。嘘じゃないです。嘘じゃない。なんか1位って言ってさ、嘘って言われておかしくないですか。ちゃんと証拠がないとさ言えないじゃないですか。年間ベストセラー1位とかそういう実績ってさすがに嘘は言えないので、ちゃんと日版というね、とても由緒ある、取り次ぎ店の中で日本ナンバーワン取り次ぎ店の1位に選ばれてますんで大丈夫です。安心してください。本当に1位です。でこの1分間勉強法の極意として書いているのが、まあ暗記を書いて覚えないで目で見て覚えろという方法について提唱しています。で、まあ、じゃあ何を目で見て覚えるかっていうと、まあ、目で見て覚える方法としては、まあ、英単語が一番やりやすいと思ったのでこの1分間英単語という本を出しているというわけなんですね。でこの1分間英単語もおかげさまで16万部ぐらいになっていて、16万部になってるのにね、これあまり書店に見かけないんです。でなぜ見かけないかというとね、これね学習参考書コードじゃなくて一般書コード、語学書コードというか語学書コードっていうのになんか書店では分類されているらしくて、TOEIC のコーナーにあったりとか、ね、大学受験向けなんですよこれ。大学受験向けなんですけど、これねまた出版界の面白いのがあって、大学受験向けの本を出すと売れなくて、TOEIC 向けの本を出しておいて、そこから偶然にも大学受験参考書のところにも置かれたらいいねみたいな置き方をするんですよ。その方がね累計部数が上がるんで、そのおかげで残念ながら大学受験編とか書いてないんでわからないかもしれないですけど、これ大学受験です、基本的にはね。でももちろんTOEICのをやるっていう時も、まあ、これから勉強するのが一番いいと思うので、社会人の方とかも多く利用してます。であまりにこれが売れたこともありまして、で僕が1分間英単語のアプリっていうのを作って、これが僕の人生の2大失敗のうちの一つです。これ8000万円やられてます。はい、この本はね売れてるんですよ。本は利益になってるんですけれども、この1分間英単語のアプリを作ったおかげで8000万円なくなりまして、もう悲惨な話です。多くの人がね受験勉強ができるようになればとか TOEIC で受かればいいなと思って僕アプリを作ったら、iPhone のアプリとか Android のアプリとかってこうバージョンが変わるごとに使えなくなったりするんですよ。iOS 10.2、10.3、10.5 とかさ、なんか上がって途中で使えなくなったりするんで、それで回収作業でさ、こう10アプリぐらい出したから1個は回収作業30万でも1回300万からでしょ。でほとんど利益にならなかったというね。8000万円かけて返ってきたお金が300万円だったというのが僕のこのアプリの失敗なんです。一風変えたものアプリのね。で今ね、バイシンクさんっていう会社がそれさすがに石井さんかわいそうなんで全部引き取ってうちでやって、そのなんか利益を分けましょうみたいな感じになりまして、そのバイシンクさんのおかげで今一分間英単語デラックスという形で今復活して、なんと無料でしかも使えるようになってますんで、それは広告が入ってるんですね。なんで皆さん本当無料で使えるんで広告をクリックしていただけると僕に10円ぐらい入ったりするかな。でそのね1分間英単語デラックスの収益もこの前届いたんですけど、1ヶ月2800円とかね、8000万使ってで、まあ、2800円でもまあないよりいいです。はい、なので多くの人がね1分間英単語デラックスをダウンロードしていただいて、それで、ちょっとでもポチポチしてくれれば僕にお金が若干返ってくるかなというようなイメージを持ってます。まあそれはさておき、まあ、この1分間英単語の方でも説明しております。書いて覚えない方がいいと。じゃあなぜね暗記を書いて覚えた方がいいかって多くの人が思っちゃったかっていうと、やっぱり小学校の時に書いて覚えたっていう人が多いので、そのまま連続してやっていたりとか、中学高校になっても書いて覚えるようになってしまったりとか、あとまあ学校の先生が書いて覚えた方がいいよっていうからついつい書いて覚えたりとかっていうのがあるんですけれども、実際その脳科学的に一番いい暗記の方法というのは繰り返すっていうことなんです。繰り返して何回も何回も言われたことを人は本当だと信じ込むということがあるので、何回も何回も繰り返します。でそれも20分から1時間後に1回繰り返す。
それはね、エビングハウスの忘却曲線という、もう僕が何回も何回も口を酸っぱくして言ってるんですが、このエビングハウスの忘却曲線で、20分から1時間後に人は半分大体忘れるので、20分から1時間したらもう1回覚えるっていう、これが重要ですね。書いて覚えるってなんか安心しますよね、みんなやってるしね。でも書いて覚えちゃいけなくて、目で見て覚えた方がいい。その方が何回も繰り返せるっていう話を、まあ、2008年に一分間勉強法の本を出して、これが広まったおかげで多くの人がね、YouTube とかでも絶対書いて覚えないで目で見て覚えた方がいいよっていう風に言ったりとか、1単語1秒目で見て覚えるんだよっていう風に多くの人が言っていただいていて、とても嬉しいんですけど、僕がそれ広めたんですけど僕が2008年以降すごい広めて、わーやった広まったと思ったら、なんか石井さん他の人と同じこと言ってますよみたいな感じで、なんか僕がパクってるかのように言われることがとても多いんですが、僕元祖なんで本当に分かって分かってってしか言えないんですが、まあそういう感じでね。だから青ペンで書いた方が記憶力が上がるとか、まあ僕が2008年に言い出して、すごい青ペンがいっぱい、青ペンの勉強法が広まったんですけど、それもね、他の人も青ペンがいいって言ってましたよみたいに僕に通告してくる人がいるんですけど、僕が元祖、ほぼ元祖だと思ってるんで、ね、元祖だといろいろ逆にね、一周回ってお前がパクってるって言われるっていうねことがあるんですが、まあ暗記は書いて覚えるなっていうのは、まあ基本的には僕が2008年に行ってから広がったと、まあ、それまであったかもしれないですよ。けど、まあ広まったのは僕の本がやっぱり累計で200万部出て、多くの人が、書いて覚えちゃいけないんだっていうことに気づいていただいたっていうのは、本当にね、日本の中で革命だと思ってます。やっぱり日本にいる中学生高校生がどんどん頭良くなってほしいと思ってますし、成績を上げてほしいなというふうに思ってます。成績上がると人生変わります。前河合塾の CM とかだったかな、突然普通のオタクっぽい男の子が東大に合格して、なんかイケメンとかじゃなくて東大に男の子に乗り換えるみたいな CM があって、それは誤解を生むからやめろとか、すごいなんかクレームが出てやめたっていうことがあったんですけど、まあ、本当にね、そんな感じ、そんな感じっていうかね、東大にあなたが行くと人生変わるし、早稲田慶応とかに行ってもすごい人生変わると思うんですよ。これすごい偏差値が高いところとか、世間で認められている大学に行っただけで、この人は頭がいいっていうふうに思ってくれるんですよ。で、受験勉強ができることと頭がいいことに関連性があるかどうかよくわかんないですけど、でも多くの人はね、大学を出たということで頭いいなって思っていただいたりとか、就職試験で有利になったりとかっていうのも間違いない事実なので、まあ、少なくとも、ね、努力はできる人っていう評価にはなると思います。で、ここでやっぱり人生変えてほしいなと思うの で人生変えてほしいのに非効率なやり方をしてるのが一番もったいないんですよ。そうじゃなくて、効率がいいやり方で突っ切る、効率がいいやり方でずっとやり続けるっていうのが一番勉強ができるようになる方法で、もう僕ね、どんどんこういう僕の本が広がっていくと何が起きていくかっていうと、受験がなくなるんじゃないかと思ってます。で、これ最終結果ですけどね、僕の本は本当に最大限効率化した勉強法しか教えてないの でこれが全員に広まると非効率な人がいなくなってしまうので、全員がこうね、走ったら全員サニブラウン状態みたいな、サニブラウンとかね、すごい人だけになっちゃったらもう試験をやる意味ないなっていうような状態になればなと思ってます。まあ、実際にその流れっていうのは正直出てきてまして、これ僕のせいじゃないんですけど、これはね、 AI の進化ですね。 AI の進化によって今英語そのものが受験勉強からなくなるんじゃないかというふうにも言われてますね。だって英語の教科がなくて数学とかそっちで決まるってなったら、僕の英単語の本どうしてくれるんだみたいなもっと売れろとか、なんかその僕のね、個人的な思いで英語はまあ継続してほしいっていうのは若干ありますけれども、でも日本社会にとっては英語を勉強することはあまり意味がないと思う。だってもうポケトークとかさ、そういうのがあったら会話できちゃうわけじゃん。でしたらもうね、 AI に通訳させればいい、翻訳こんにゃくを食べればいいじゃんっていう時代がやってくると思うので、そうなったら本当にね、必要ない。だからチップとかをさ、腕に入れるとかあるじゃない。でチップを腕に入れて英語が喋れるようになるとかっていうのができるかもしれないです。なんかチップをこうやってさ、やってこんにちはって言ったらハローってその場で言い始めるとかで、全然そういう時代ってやってきちゃうんで、言語って意味ないな、勉強してもっていう時代はいずれやってくるんじゃないかなと思います。でも今まだ過渡期なので、まだまだ勉強は必要だなということはありますが、じゃあ書いて覚えるなっていう、何したらいいのっていうと、目で見て覚えるです。で、目で見て覚えるんだけど、じゃあいきなり目で見て覚えるのっていうとそうじゃなくて、一回音読する、これとても重要。なぜかというと、音読っていうのはね、馴染むっていうことにつながるからです。
で暗記っていうとみんないきなり暗記しようとします。0から1に行こうとする。これが一番ダメな勉強法。0から 0.1、 0.1 から 0.2、 0.3 から 0.4 というね、こうグラデーションを描いていく勉強法が一番やりやすいです。なぜかというと挫折しないから。だから0から1だとさ、1じゃなかったら0ってことでしょ。これ挫折しちゃうんですよ。だから、例えば彼女ができませんって悩んでる時にいきなり彼女を作ろうとするんですよ。ちょっと待って、あなた女性と会話をしたことがあるんですか。いや一度もありません。いやまず女性と1回でもこんにちはって言ってみるところからスタートしませんかっていうのが 0.1。 じゃあ女友達いるんですか。いません。いやいやいや、まず女の人のね友達が10人20人いて、そうしたらその中から彼女ができるかもしれないわけじゃないですか。ってことはまず女友達を作るっていうフェーズも必要ですよね、という感じで、0から1に行くんじゃなくて0からこう 0.1、0.2 っていうグラデーションを作っていくね。で 0.1 も無理だってことはじゃあ 0.05 でいいじゃんとか、でこうやってグラデーションを作っていけば勉強って絶対できるようになるんですよ。そのグラデーションを作っていくために何が重要かっていうと、まずは、書いて覚えるのではなく目で見て覚える。目で見て覚えると中間にあるのが音読して覚えるっていうのがあるので、まず音読して覚えるという訓練を当選してください。そうすると慣れてきて音読別に必要ないよね、目で見て覚えられるよねっていう風になっていきます。で、じゃあ目で見て覚えられるよねっていう風になった時に目で見て覚えたいと思うじゃないですか。そこが間違い。ここからさらにもう一段階あります。それ何かっていうと、覚えたいという気持ちをなくしていくっていうことなんですよ。難しいですね。だから覚えたいと思ってるのに覚えるなってことなんですよ。真逆のコンセプトを言ってます。頭の中で混乱すると思います。覚えようとするな、覚えろっていうことなわけです。で、どういうことかっていうと説明します。人は覚えようとします。で、覚えようとすればするほど失敗して忘れます。だから覚えようってすると失敗するんですよ。人は必ず失敗するんで。そうじゃなくて忘れようとしたらどうですかね。大丈夫、失敗するから忘れられないですよ。あの男のことなんて忘れてやる、あの男のことなんて忘れてやる、忘れてやるんだからって言ってずっと覚えてますよね。だから忘れようとすると覚えるんですよ。ね、人は不思議ですね。天の邪鬼ですね。だから忘れようとして失敗して覚えてる状態を作ると、あの男のことなんてもう忘れてやる状態、もう英単語のこの英単語のことなんてもう忘れてやるって思うと大丈夫、失敗して覚えてるからという状態を作っていった方がより記憶につながるんですよね。だから真逆のことをしていく。で、忘れようとすると何がいいかっていうとメリットがあります。スピードが上がるってことです。例えば、僕の1分間英単語で、やっていこう。名詞っていうところからねやっていくと、まずポリシー、政策、ガバメント、政府、ボート、投票、イレクション、選挙というふうに続いていくんですけど、これ覚えようとしたらどうなるかっていうと、ポリシー、政策、ポリシー、政策、絶対忘れない、ポリシー、政策、政策、ポリシー、政策、ポリシー、ポリシー、政策ってずっと言い続けます。遅いんです。ダメ。これなぜかというと覚えようとしてるから遅くなっちゃう。そうじゃなくて忘れようとしたらどうなるかっていうと、ポリシー、政策、ガバメント、政府、ボート、投票、イレクション、選挙、プリビレージ、特権、オーソリティ、権威っていう感じでどんどん速くなるんですよ。で、速くなればなるほどもう一回繰り返せるじゃないですか。1単語1秒になっていくわけです。だから覚えようとするよりも忘れた方がいっぱい繰り返せるんです。知ってました？ここで多くの人が覚えようとする、これ凡人ですよね。凡人は暗記したいなとか、暗記が苦手なんですって言うんですよ。で、そうじゃなくてなかなか忘れられなくてっていうね、真逆の方に持っていくと天才になれるんで、もうとにかくね覚えようとするのはやめてください。忘れようとするというフェーズ。いや、だからそこにねどんどんこうフェーズがありますよ。フェーズがどんどんね、まず書いて覚えないで目で見て覚えた方がいい。でも目で見て覚えていくときに中間に音読があって、で目で見て覚えるときに何が残ってるかっていうと覚えようという感覚がまだ残ってるんですよ。そこでそれを忘れて、この忘れようですね、覚えたいをの次である忘れようというフェーズ、この忘れようというフェーズに行くとガンガン頭に入ってくるようになるんで、よく天才がさ、なんかパラパラパラって見てたらなんか内容が頭に入ってきちゃうんだよって言うじゃないですか。あれ何やってるかっていうとね、忘れようとしてる。忘れようとしてるから失敗して覚えてるっていう状況を作り出してるわけですよ。覚えようとしてるんじゃないです。もう凡人とか成績悪い人みんな覚えようとしてるじゃないですか。だから成績悪い。そうじゃない、忘れようとしなければいけない。ここがね勉強法の肝なんで、ぜひこの忘れようとするっていうことは常に頭に入れながら勉強を頑張ってください。はい。
勉強もね、頑張ろうとすると頑張れないっていう、失敗して頑張れないんで、あの適当にやってください勉強、はい、超適当、超いい加減にやってください勉強って。超いい加減にやろうとすると失敗してちゃんとやっちゃうから大丈夫です。こういう状態を作り出していく、これがね、あの勉強の面白いところなんで、ぜひ勉強を、適当にやって、そして失敗していただけたらいいなというふうに思ってます。チャンネル登録まだまだ、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。